今日は高橋ひろきさんをお招きしてテレビとウェブ動画についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高橋ひろきです。テレビ東京のって言わなきゃいけなかった、すいませんでした。いいです、いいです。テレビ東京の場合は他局よりも注目されるためにはバラエティっていう手法を取るのは近道なんでしょうかね。順番としてはですね、バラエティにドキュメンタリーの要素を入れていくっていう手法が局全体としては、私個人としてはドキュメンタリーが好きで、うん、バラエティの手法っていう順番ですけど、うんうん、他局が結構ちゃんとしたブッキングで人気ある芸人、まあ佐久間さんとかそういうやり方です、ね、佐久間さんも私もなんですけど、テレビチャンピオンっていう番組で育ってたんで、大体テレビ東京のこう多くの人はテレビチャンピオン通るんですよ。テレビチャンピオン通るか、まあ、この間インタビューで YouTube とかは丸ごと自分でハンドリングできる幅が大きくてすごい楽しいんだみたいなこと書かれてましたけど、今はそれこそ小回りの効く体制で YouTube とかってあるじゃないですか。日経テレ東大学、はい、あれはまさにそういうやりやすい動かしやすいものとして今お仕事はされてるんですかね。それさやかさん読んだのが4月ぐらいのインタビューなんですけど、はい、幻想でした、あれは。いやー YouTube は大変だわ。そう思ってたんですよ。あの時めちゃくちゃ YouTube 最高みたいな感じだったじゃないですか。 あれは嘘、もう世の中の YouTuber に謝りたい、うん、俺は。若い人向けのテレビも結構テンポ早いんですよ、実は。イッテ Q とかってめちゃくちゃ早くて、うん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 、結構 YouTube と遜色ないぐらい早いんですけど、うん、だそんなにすごい差があるわけじゃないんですよ、うん、ただやっぱ YouTube とテレビのやっぱ量産できるかみたいな差はあるかもしれないです。 YouTube って新しいことやろうと気概がある人もいますし、いますが、やっぱり量産する上ではヒットしたものをちゃんとこうアレンジしていくっていうのをちゃんとやるっていうのも大事なことで、うん、そこってなんかテレビマンってすごいなんかプライド高くて嫌がっちゃうんですけど、メントスコーラとかね、昔衝撃映像で扱ったことあるんですけど、ちょっとやるのこっぱずかしいんですけど、今だと速攻やろうと思いました。でもテレビって一方ですごい先端的な感じするじゃないですか。旬というか一日一日デイリーでアップデートされてる感じはあるじゃないですか。なんかカルチャーっていう意味での最先端は活字とかだと思いますし、うん、テクノロジーっていう意味でいくともうウェブメディアだと思うんですよ。だから何の最先端なのかなって思った時に、最先端はなくて、やっぱ本業はマスにチャンネル合わせるところ、マスに向けて作り変えるっていうか、流行をマスに作り変えるとか、うんうんうん、マスに当てていくって猛烈に難しいことだから、いやそこなんですよね、めっちゃ難しいんですよ、うんうん、僕やっぱりテレビの人とお話しさせていただくといつも思うんですけど、それをめちゃくちゃ考えて、本人がもはやマスであってもなくても、うん、でも俺とは違うそのマスという何かに向かって、いやこれはお客さん多分好きじゃないんだよみたいな、その切り詰め方をしていくのがすごいなと思っていて、漫画とかも今如実に電子に急激に行ってて、売上規模とかも昔の一番少年ジャンプが売れてた頃96、7年あたりの雑誌の売上部数を今は電子がそれを超えたんですよね。全国に流通する、勝手に北海道から沖縄まで伝播していくようなコンテンツがなかなか成り立ちにくい、はい、その受動的な体験っていうんですか、それどこに行っちゃうんですかね。確かに漫画もテレビもこう能動的になってくるじゃないですか。このドラゴンボール好んでる人の好むアルゴリズムはこれだけど、好んでないと気づかずにふと受動的体験っぽく錯覚する作品はこれだってアルゴリズム多分できるんでしょうね。 Amazon のレコメンドって僕すごい嫌いなんですけど、はい、そうだと思うなよみたいな感じがまだするんですけど、はいはい、それが気づかないぐらいになるってことですかね。差し込まれてくる、こいつここら辺ならこう、こういうことだろっていうので、あなんか結構いいものがあるな、これは俺がたまたま見つけたって、そうたまたま見つけた感が欲しいんですよ、ね、そこまで多分分析されて AI でやれやれるようにはなりそう なりますね。これだって AI は本当にそんなテンションですからね、うん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 、終わったなもう。あの1秒でつかむにもストーリーを作るって話があったじゃないですか、はいはい、Spotify 的な数分間の動画だったら 1,2 分だったらストーリーは作れないじゃないですか、はいはいはい、情報になっていくので、はい、例えばテレビアニメとかも無理だと思うんですよ、はい、それを短尺にすることはできないから、行き先はやっぱりネトフリとかアマプラとか、物語性があるかどうかなのかな、まあ、YouTube あれですよね、一個一個のコンテンツにストーリー性を求めるっていうよりもチャンネルにストーリー性がありますよね。その人がどういうふうに成長していくかとか、その人がどういうふうに映像変化させていくかとか、まあ、最終的には今日の話もテレビ業界に人が来てほしいよっていういい感じの、その YouTube にこそ何かがあるわけではなくて、やっぱりテレビはテレビで面白いとこあるってことですよね、うん、YouTube も面白いですよ。テレビもいいとこあります。いいなぁ。